はい、こんにちは、タカです。昨日の大きなイベントといえば、一つが日銀ですかね。もう一つが ECB。 特に ECB に関しては最近ドルとユーロというのは逆相関ではありますけども、相関性がありますからね、よく動いてくるんじゃないかと思っていたんですけども、昨日、よく動きましたね。ただ仮定はさておき、事実ですね、結果はどうなったのかというところを見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。まずは最近のドル、流れは全く変わってないですね。上昇トレンドを見ています。これが FMC でつけた高安ですね。この高安を抜けてからは強いトレンドが出ています。今は調整で押しが入っている段階ですけども、サポートはうっすら見えてきています。ここにもう少し小さな波も合わせて見ているんですけども、押し安値なんですよね。ですから流れが止まりそうなところで一旦流れが止まっている。ただ反発の形までは見えてはいないです。当然押し目買いを見てくる人もいれば、高値からの売りの流れを見ている人もいると。で、結果が出ていないからこの辺りでレンジになってるわけですね。昨日の動きなんですけども、結果的にはこれ高安抜けてきていません。つまりレンジからは抜けてきてないんですよね。何も決着ついてない状況ですから、ドルは現在まだ方向感がない状況。流れを見ていこうと思えばブレイク欲しいところですからね。引き続きこの動きをしっかり見ていくことになりますね。昨日の ECB で一つのブレイク、決着というのを見たかったところですけども、決着つかず。ということで、ドル絡みの通貨は特にですけどもね、方向感のない環境は続きやすいのかなと。これはしっかり抑えてはおきたいですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。まず、ここの部分ですけども、一本ボーンと動きが出てますけども、これが ECB ですね。ユーロ、初動は買いが入りました。0.5% 上げというね、少しサプライズ感もありましたから、いい流れも出たんですけども、ただ、事前にこれ漏れてましたんでね、一定超えの形になってしまってます。そしてこの時の動きにも注目はしておきたいですね。ユーロに買いが入ったタイミングでドルに売りがドンと入っています。このドルとユーロとの逆相関の環境というのは依然続いているんじゃないかなと。これはユーロドルのチャートの方をしっかり見ていけば、ドルが売られるタイミングも分かってくるかもということにもなってきますんでね、そこはしっかり押さえてはおきたいですね。あとは、なんだかんだ昨日ボラはありましたけども、結果的にはあまり動いていないというのも分かりますかね。これは一昨日もそうなんですけども、一昨日昨日とこであまり動きがないです。その前と比べてもこれも明らかに違うと思うんですよね。このあたりはかなりボラのある相場でしたからね。こういった流れが一旦落ち着いてきているのかもしれません。こういった流れが出てくると次にまた動き出すのにも時間はかかります。こういった環境で気をつけたいのは、動きが出そうで出ないという動きじゃないですかね。トレンドを期待してしまうと、やっぱり高値を掴んだり、底を叩いたりというのはよくありますから、そこも注意はしたいですかね。昨日 ECB もありました、日銀もありました。動きは出ていてもよかったような日ではあったと思いますけども、結果的にあまり動きがない。これ2日続いてますからね。今日も動きがなくてもこれは全然おかしくはないですから、あまり大きなトレンドは期待しないようにしたいですかね。今日は金曜日ということもありますから、一歩引いて相場の方を見ていくぐらいでちょうどいいのかなとは思います。そして最後にこのドルと円なんですけども、この2通貨、最近すごく仲良しという話はさせてもらってます。ですから、ドルに買いが入れば買いが入ってくる、ドルの方に売りが入れば円の方にも売りが入ってくると、なかなかこう強弱の差が出てこないですから、ドル円がなかなか動いてこない。ただ昨日なんですけども、これドル買いに円が反応してないんですよね。すなわち後半に関してはドルに売りが入ったタイミングで円の方にも買いが入ってきてます。仲良しとは言えない動きなんですよね。この流れは少し気になりますかね。周りの環境を見ていくとちょっと動きが出なさそうな相場ではありますけども、ドルと円とにはこう相関性が薄れてきている、ということはもしかしたらドル円は動いてくるかもですね。このあたりはチャートの方からも見ていきたいとは思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円のこの週足、個人的にはかなり注目をしてました。強い上昇トレンドが見えていて、このあたりレンジを作ってたんですけどね、先週レンジからブレイクしている強い上昇トレンドを見ていました。ですから今週も高値更新を見ていたんですけども、これ週足、今日確定します。よほど大きな買いが入ってこない限り高値更新というのは少し難しそう。昨日の ECB なんかで抜けてくる動きというのも僕は想定はしていたんですけども、結果的にこれ潰されてしまいましたんでね、そうなると139円の上値の重さが週足でも見えてくることになります。僕自身今週というのは強い流れを見ていましたから、1週間のどこかのタイミングで高値を抜けてくる動き、こういったものにも期待はしていたわけですね。だからこそこう下から買っていく意識でも値動きを見ていたわけですけども、ただ昨日のこの決着を見ていく限りは、それは少し難しくなってしまったかもしれません。そして上値が重くなってくれば僕なら調整を意識します。調整ですから、まずはレンジを見ていくわけですから、下のサポートを探していくのがすごく大事になるんですけども、この現在地ですよね、高いか安いかと言われたら、おそらく高値圏になってくるんじゃないですかね。
まあもちろん抜けてしまえばこういった根拠は崩れるんですけどね、昨日の動きでこの上値の重さ139円にはしっかり壁が見えてきました。そうなると、そもそもここにも大きなトレンドがあるんですけども、もしかしたら今のこの流れっていうのはこの大きなトレンドに対しての調整の動きという可能性、こういったのも出てきたんじゃないですかね。まあ、とはいえこのレンジの幅が5円ぐらいありますからね、まあ、普段であればすごく大きなレンジになりますけども、ただそれを言うんであればここの上昇ですね、下から上までこれ波の起点127円で、現在139円までいったわけですからね、12円上げてるわけです。まあ、仮に5円押しが入った後で半値押しにすら届かないですからね、そういった意味では5円の値幅で考えたらまあ広いレンジになりますけども、こういった波のサイズ感で見ていけば決して変なレンジでもない。まだまだこう売りが強く出てきたとかね、波の反転とかそこまで大きな流れを見ているわけではないですけども、少し上値が重い状況は見えてきたかなと。レンジを想定していけばレンジの上から下までの売りの流れぐらいは見ていきますんで、まあ、少なくとも今週でこの139円上値の重さは見えてしまったわけですから、この高値からの売りの流れ、こういったのに備えていく必要はあると思いますね。よりこの下のサポート探しは大事になってくるんじゃないですかね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足を見ても少し流れの変化が昨日で見えたように思います。まあ、もともと強い上昇トレンドは見えてるんですね。押し安でも全然割ってないですから、チャートはすごく強い。押しが入って流れが止まればまた買いは見ていきたいと。こういった流れは全然あると思いますけども。ただそうとも言ってられない動きが昨日あったように思うんですよね。高値から見ていけば売りのトレンドがこれで少し見えてきたかなと。特に昨日ですけども、これ高値、これを試したんですね。その結果潰されてしまいました。この背景にあったのは ECB ですけども、まあ、背景は何であれ上値が重かったという事実はここにあるわけですね。そして安値も割り込んでしまいましたんで、これ売りのトレンドが見えてしまったことにもなります。この動きは少し気をつけたい。まあ、特にブルハにとっては嫌な動きですよね。押し目買いをした結果下の方に抜けてしまったという事実があります。さらにはこの下にはまだ断続的にサポートありますから、なかなかまあ投げづらい環境というのはあると思うんですよね。今見ていくべき流れはこの青い波かなというふうに思います。多少戻りが入ってもこれは売り場を探っていくことにもなりそうで、短期下落トレンドを見ていくのが今いいのかなと。そして上位足の環境を見ていくとこのあたりはレンジと、見えなくもないわけですから、要するにまあレンジの上から下までの流れですかね。こういった流れを短期的な下落トレンドで追っかけていく場面、まあ、こういった値動きが来週にもつながって出てくるかもしれません。ただここ最近ドルと円とには同期性が見られてたわけですよね。ですからなかなかこうドル円は動きにくい環境があったと思いますけども、昨日はそうではなかったですね。ドルと円というのはまあ仲良しではなかったわけです。まあ昨日だけかもしれませんけども、ただもしかしたら昨日で潮目が変わったかもしれないですよね。今日の動き本当に注目だと思います。今日全く動かないということになってくれば、これはやっぱりドル円かということにもなりますけどもね。ただもし動きが出てくれば、今まで動きがなかった分大きな動きにつながってくるかもですね。特に昨日に関しては高値を試してダメだったという、まあ、これも一つの決着はついてしまってますんでね。決着ついた後にはやっぱりトレンドは出てきてもおかしくはないと思います。さらに昨日は安値を更新して引けているわけですから、この環境も無視するわけにはいかないかなと。僕ならばショート目線に変えていくことになると思いますね。昨日まではサポート意識してたんでね、ロング目線ではあったんですけども、まあ、僕みたいなロング勢が今は少し苦しい状況には置かれてしまったかなと、まあ、そういった値動きだったかなと思いますので、目線はショートで切り替えていきたいと思います。最初の目標は波の起点137円ですかね、まあ、もしくはこの辺りで小さな足場も作ってますから、この足場の波の起点が135円、この辺りを目指したショートというのを見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期的には強い上昇に対しての押しが入っていたわけですけども、このあたりで流れが止まってたんですよね。レンジ相場を見てました。一度下を試したんですね。これはサポートされました。下を試してダメだったから上を試したわけですけども、上もダメでしたね。下を試してもダメ、上を試してもダメ、今のところこう決着がついていなかったわけですけども、昨日の最後ですね、入浴時間に下の方に抜けてきました。再度下を試しに来たんですよね。2度目の安値試しですからね、これはかなり気になります。まあ、過去に一回強いサポート見てますからね、サポートの強さを見てるわけですよね。にもかかわらず打ってきた、この値動きの背景に何かがあるのかどうかというのは気になるところです。僕ならば一旦はこれだともう売りを見てしまいますね。戻りが入れば、戻り売りは見たいところです。そしてもう一つ、ここに強い売りはありますけども、この売りに関しては買いがどんどん入っていたんじゃないですかね。というのも、これ高値抜けてるんですね。抜けた後の押しですから、こんなのは当然押し目買いどんどん入ってくるわけですけども、
ただなかなかこう上がってこない、逃げ場もないような状況で下の方に抜けていますから、押し目買い勢の苦しい状況というのも見えてきます。ですから今回に関しても強い戻りが入ってしまったのは、そういったねロング勢が逃げてしまいますから、ショート下落の流れを追っていこうと思えば、そういったロング勢というのは逃がしとかないところです。ですからこのショートを見ていくんなら、あまり強い戻りをまずは見ていかずに、小さな戻りからの売りの流れの継続、こういったのを見ていきたいところですかね。今までサポートがこの138円に見えていたわけですからね、この138円を一つの壁として個人的には見ていこうかと思います。目線としてもショートに切り替えて、売り場を探っていくことになりそうですね。昨日でこのドルと円との同期性、これが少し崩れてきたかもしれません。まあ、その答えというのもね、合わせて今日は見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 地時間足に冷やしを重ねています。ダウはかなり強い状況ですね。レンジからブレイクしている強い上昇トレンドを見ています。まあ高値更新はしていませんけれども、もうしっかりブレイクしてきてますんでね、このまま引けてくれば来週にも十分つながる動きだと思います。はい、こちらが週足を重ねています。そして週足環境でもやっぱりしっかりブレイクしてきてますよね。今日でこの週足確定します。よほど大きな売りが入ってこない限り、これ来週にもやっぱり繋がってきそうに見えるんですけど、どうですかね。週足もブレイクになってくるかが今日のポイントになってきそうです。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 地時間足に冷やしを重ねています。日経平均かなり強いですね。上昇トレンドがもう完全に出ています。冷やしが高値更新を続けていますから、もうこれはあまり深いことを考える必要はないと思いますね。まずは流れが止まるまではもうひたすらロング目線、買い場を探っていくことになりそうです。はい、そしてこれが週足を重ねています。今日でこの週足も確定しますけども、多少押しが入ったところで環境変わらなさそうですよね。来週も強い流れは継続して見ていくことにもなってきそう。まあ、売り材料はかなり飛ばしいように思いますね。まあ、高値掴みなんかは気をつけたいところですけども、まあ、サポート探してロング、会話を探っていくということになってきそうですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 地時間足に冷やしを重ねています。金が相当大金が重い状況ずっと続いてたんですけども、昨日少しインパクトある動きあったように思いますけども、どうですかね。これも木曜日からの環境になりますけども、レンジから抜けそうになった動き、昨日でひっくり返しています。まあ、いわゆる行ってこい、包み足で見てもいいと思いますけども、まあ、一回下の方に抜けたというのがすごく大事な動きになってくるんじゃないですかね。まあ、下を試してダメだったわけですから上を試す形、まあ、これで抜けてこないんであれば相当チャートは弱いんじゃないですかね。まあ、せめて今日は高値を更新する流れをロングを見ていくんなら見たいところですね。あまりもたもたしてしまうとやっぱり上値が重いと見られてもしまいそうで、まあ、ブルハにとってはもうこの高値を更新してくる動き、こういったところに期待はしたいところだと思いますね。はい、変わりましてこちらが US オイル、原油になります。4時間足に週足を重ねています。原油ですけども、やっぱり上値が重いですかね。今週かなり強かったんですけども、ただそれ言うんであれば先週はかなり弱かったわけですから、まあ、戻りは強く入っていましたけども、大した戻りでもなかったように思います。100ドル行ったり来たりもしていましたけども、これもね、まあ、ずっと言ってましたけども、100ドルに、まあ、特に意味ある動きとは僕は思ってないんですよね。僕が大事だと思っているのはもう少し下、95ドル前後ですかね。まあ、過去も見えなくなってしまってますけどもね、このラインを抜けてからもすごく大相場になったわけですけども、まあ、このライン割ってくるんなら、この大相場の一旦の終わり、まあ、買いを見ていくのはかなり苦しい状況になってきそうで、サポートされるかどうかがすごく大事だと思うんですね。まあ、売りのトレンドは今出てますから、今週戻りが強く入ってましたから、まあ、よほど大きな買いが入ってくれば別ですけどもね、現状ではまだまだ多少買いが入ったところで、上値の重さは変わらないんじゃないですかね。流れが止まればレンジなんかも見ていくことにもなりますし、このあたりは直近安値ですから、抵抗にはなりやすそうな場所、もう少しこのあたりの決着つくには時間もかかってくるかもしれません。気をつけたいのは今週の動きですかね。上を試して潰された動きになってますから、下を試すことになるかもしれませんけども、下の方に抜けてくるかどうかはこれわからないですからね。過去に何度もサポートされていたところでもありますから、すぐに決着がつくかどうかはこれは別問題ですから、あまりそこは前のめりにならなくてもいいのかなと。これ週足環境ですからね、もう少し時間をかけながらこのサポートを割れるかどうか、この決着を見ていく方がいいのかなとは思います。はい、というわけで、まあ、昨日の ECB でボラはありましたけども、結果としてはあまり動きはなかったという環境になってるんですけども、一つが、このドル円ですね。このドル円がかなり面白い動きになってきたんじゃないですかね。サポートされてたところを割り込んできました。昨日このドルと円との同期性が崩れたんですよね。まあ、今日しれっとまた元に戻るかもしれませんけどね、ただ昨日の環境はこれは見逃せないと思いますね。ドルと円との同期性、まあ、続いてるうちはなかなかね動き見ていくの難しかったと思いますけども、この同期が崩れるんであればドル円は動きは出てくるかも。一旦サポートされていたところを崩したという形もありますから、まあ、チャートはすごく強いとは思うんですけどね、この短期下落トレンドの方をまずは見ていこうかと思います。波の反転ももしかしたら起こるかもしれませんけどもね、トレンドが出た以上は波の反転には時間もかかります。
ロングを見るなら、そういった場面というのがどこかで出てくるんじゃないかなと、そのようにも思いますから、慌てず判断はしたいですね。目線はショートで、今日は売り場を探っていこうかと思います。あとはドルですね。ドルに関しては流れが一旦止まってしまってます。調整局面、昨日で決着ついてくれればよかったんですけども、今のところまだはっきり決着はついていません。これも昨日で決着つかなかったんであれば、もう少しこの環境に付き合う必要はあるかもしれませんね。ここも慌てず見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。